フィボナッチを使って目標値を設定していくには、いくつか方法があります。これまでですね、紹介をしてきた内容というのはですね、こちらのフィボナッチエクステンションの方を紹介をしてきました。ドル円の一時間足のチャートを出してきました。こちらのチャートを見てもらうとですね、フィボナッチのエクステンションを引いていることがわかります。これはですね、第1の波動、つまり基準になる波動に対して、 それの戻しを拾ってやる方法ですね。で戻しのレベルというのがここに382とありますけれども、これはまあ絶対値なんで、実際の戻しのレベルとしては61.8%まで戻しているということですね。で、このように。 上がってきた相場が61.8%戻しましたよ。で、その後、相場の方が上げていくんですけれども、この目標値というのをですね、設定する方法ですね。で、このエクステンションでやる場合というのは、ここの波動をそのまま延長してやるわけですね。今100%になっているもの、をこれをずっと上の方まで伸ばしてやって、ここが161.8%、いわゆる黄金比率ですね。 のところというのを引いてやると、まあ確かにですね、ここで確か161.8%でパチンと利食いが入っているというのが明らかに見ていただいたらわかるのではないかというふうに思います。一番多くのトレーダーが使っているのはこのエクステンションです。ということもあってですね、過去ブログであるとか実践編の動画の方でそれを中心に紹介をしてきたんですけれども、もっと緻密にやろうとするとですね、他にも方法が実を言うとあるんですね。 それがそのフィボナッチのプロジェクションおよびフィボナッチのエクスパンション、そういった手法がありますので、でこれですね、全部混同しやすいんですね。この機会にですね、全部それぞれ一つずつの定義をきれいに設定してですねで、それぞれがどのようにお互い作用していくのかということを説明をしていきたいというふうに思っています。でまあ、ざっくりイントロのところだけ行くとですね、フィボナッチのエクステンションというのはこちらの波動1本で見つけることですね。 でフィボナッチのプロジェクションというのはターゲットの値をです、ね、このリバーサルの波に従って見つけていく手法ということになります。で最後のエクスパンションというのは推進波があって修正波があってその2つでもってです、ね、着地点を見つけるという、まあ、混合的なやり方になるということですね。 講義の中では、それぞれ3つの特性について説明をするとともに、あとエクステンションの数値ですね。トレーダーがよく使うですね、そのエクステンションの数値の設定。あとは、エクステンションとプロジェクション。そしてさらに、エクスパンションですね。その3つのコンビネーションを見つけてですね、それでもってそのフィボナッチのクラスターといいますか、集積する場所というので、より精度の高い目標値を見つけていくと。まあ、そういったようなこともですね、少し応用編として説明をしていきたいというふうに思っています。それでは講義でお会いしましょう。